王者ゲーオへ挑むことになります。つまりイリアスブライドが勝てばタイトルマッチということになります。さあ放送席には私のお隣からマサトさん、そして関根勤さん、中村匠さんをお迎えしています。お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ関根さん、はい、いよいよ決勝戦この2人ですね。そうですね、ゲオの2連覇なるかっていうところなんですけどもね、はい、まあ、イリアスブライトも調子いいですからね。そうですね。この決勝戦に関しては1ラウンド3度ダウンすると KO 負けとなります。マサトさんどんな風に見るんでしょう。いやーどうなるかちょっと予想がつかないです、はい、ですね。でもうわー、いきなり来た KO、ね、これよくタイ人の威嚇なんですよね。一発目からね、最初から。中村さん、はい、この2人は2ヶ月前戦ってますね。そうですね、まあ、でも2ヶ月前の試合の時には結構あのイリアス選手の、まあ、プレッシャーと圧力で、まあ、ゲオ選手、まあ、内容的には苦戦したと思うんですよ ね、 そうでしたね。はい、なので、まあ、トーナメントっていう状況はありますけど、うん、競った試合にはどうですかね。ここまでの、まあ、勝ち上げの状況にもあると思うんですけど。そうですね、はい、このローキック蹴らさない方がいいんですよね。関根さん、これイリアスブライドに出させる前にもうゲオの方が最初に攻撃ですね。イリアスブライド今までずっと前に出るじゃん。そうでした。ゲオだと出れないんですね。すごいな。いいですね。うわー、マサロちょっと嫌ってきて小さいんですけどね、ゲオは。そうですよね。一緒に向かい合ってると大きく見えるんですよね。アウトローですね、今日。そうですね、バックスピン回ります。これなんか作戦を考えてるんですかね。インローを蹴るときもあるし、今日はこの試合はアウトローだし。そうですね。あ、蹴りのフェイントから今度顔面膝、あの膝で前の対戦の時には苦しめ、あのイリアス削ったんですね、ゲオが。左ミドル、いや、あのイリアスブライドの圧倒的な飲み込むような戦いが見られません。ここまで膝、あー効いた、ねじ込みましたね、左の膝。今ボディでした、顔でした。いや、顔じゃないですか。顔です。アッパーも出します。右フック、まあ、イリアスブライド、その圧力の強さに加えてテクニックも合わせ持ちます。しかし相手がゲーを、左フック空を切る、まあ、テクニックで言ったらやっぱりゲーオなんじゃないですか。やりますわ、このフィジカルな部分で戦いたいでしょうね。まあ、やっぱり体の大きさでいうとやっぱりイリアスの方が二回りくらい大きいように見えますからね。こう並ぶとやっぱり全然イリアスの方が、はい、ガード固めながら左は届かないか。ここまで前蹴り出していましたが、ちょっとこのところは少なくなっています。それを見て前に出るか、イリアスブライド21歳、左ねじ込んだ、左ハイキック、ガードをしています。あれですね、ゲオ選手が右手のジャブとか右手で触ってこう次の攻撃探ってるみたいな感じですよね。膝、いや、蹴りにつながった。マサさん、このイリアスが出れないっていうのは、はい、やっぱりゲオのなんか雰囲気なんですか。膝、ダメ膝、圧力があるのか、それかサウスポーっていうことが、サウスポー、これ1回戦、2回戦ってオーソドックスでしたからね。あ、そうか、そうですね、先ほど、はい、でやっぱサウスポーだからちょっと違うんですよね。あとはそれか、まあ、前回やってる時にのイメージがあって出にくいっていう。さあこれがリプレイのシーンになります。中村さんどう映ったでしょう。まあやっぱりゲイオ選手が、でもブロックはしてるんですけどね、ちょっと効いたような感じしますね。うわ関根さん、こうトーナメントになると特にゲオのこう厳しさが前面に出ますよね。許さないぞっていう感じですもんね。ちょっとこう付け入る隙ないというか、マサトはやっぱり先制するんですね、先に取るんですね。そうですね、やっぱり先手先手でプレッシャー与えながら、イリアスのペースにさせませんもんね。関根さん、逆に言うとペース取らせると怖いっていうことを思ってるんでしょうね。やっぱり知ってるんでしょうね、前出たらすごいですからね、イリアスでしょうですね。さあ前に出られるか、イリアスブライド決勝戦です。第2ラウンドに入ります。赤いグローブはイリアスブライド、モンゴル国籍、左に膝を出したタイのゲイオ、もつれた時の膝うまいですよね。うわー、左入る、なかなか
こう飲み込むようなあの圧力がなかなかブライド見られません。リードのジャブ、またローキック。でもあの左のジャブが出るってことは、うん、そんなにサウスポー苦手じゃないですね。あ、そうなんですか。あれが出てる。押し返して、蹴りか。ボディストレート。膝切った切ったあとちょっと精神が折られたかっていうですかね。さあ、まばたき厳禁、左のストレート、パンチでも倒せる、膝でも倒せる、それが絶対王者、元王ミラサクレック。右のフック押し返して、おお、すごい、おかしい、膝。ここでボディに執着しないところがやっぱりさすがなんですよね。うまいな、なんか散らしながらボディで、うん、結構みんなこう聞くとボディばっかりいくじゃないですか。これだけチャンスと思ってももういろいろこう散らしながらというより勝つためのも全て捉えている。でもイリアスの根性ですね。あ、でも怖がっちゃうね、ボディを。なんかやっぱりお腹が効いてるんでちょっと体の力が組み合ったフックないような感じがします。ずつ回復したかと思った。今度ストレートからまたボディへ膝ねじ込んでいきます。決勝戦は1ラウンド3ノックダウン制です。アッパー空を切った。ボディでストレート膝狙ってる。猪木さんだ今度。あー、二度目のダウンです。もう後がなくなったイリアスブライド。立てない。立った。立ちました。大したもんだ。立ちました。イリアス頑張れ。イリアスブライドまだ可能性はある。40秒狙ってるぞ。狙ってる。虎視眈々と恐るべしチャンピオン膝で沈んだ。元王連覇、絶対王者襲名、孤高のチャンピオンが今この瞬間誕生しました。 K1 アンダー65キロ世界最強は元王ミラサクレック。もう誰も叶わない。いやーすごい、マジでしょ。いや、これ考えるとノイリは強いですね。そうですね、そうですね。ゲーオンで KO されなかったんだから。確かに優勝は今日、関さん、はい、そういう話をするしかないぐらい強いですよね。いや、強いわ。イリアスも結構限界まで頑張ったと思うんですけども、心が最後折られましたよね。やっぱりあのね、タイ人の膝は食い込んできますよね。角度がいいんですよね。角度が、まあでもゲームは一発一発って本当重いって言いますもんね。関根さん、はい、2ヶ月前の戦いしてるから、イリアスブライドはこれは生きると思って挑んでたでしょうね。そうですよね。まあ完全に調整してきました ね、 そうですね。ちょっとこの言葉は恐ろしいかどうか分かりませんけど、本気になったゲームはやっぱりすごいですね。強いですね。早くも連覇してしまいましたね。だから優勝した、これで優勝すれば王者ゲオに挑めるはずだったのが、そうですね。じゃあイリアスと、ノイリで決定戦やってもらって、勝った方が挑戦するっていうことになるんですか。可能性としてはまあそうですよね。果たしてこのゲイオに勝てるのか、勝てる者がいるのか。中村さんどうでしょう。はい、もう本当にもうタイトルも持ってて防衛戦も勝ってトーナメント優勝ですからね。もう本当にもう文句なしの最強だと思いますよね。誰も何もケチつけられない。勝ち方も見事ですよね。パンチであり、膝であり、まあ、メタイのファイターですけど、慶応ファイターとしてまず強いですよね、本当に慶応って選手は。いや本当あの準決勝 の、 試合で、はい、サウスポーにスイッチしたりしたじゃないですか、はいはい、そうですね、あそこの準の能力ですわ、すごいなと思いましたね。まさか、これちょっと苦手かもねって言った次のラウンドも対応して、ね、対応してましたね。すごいですね。さすがメタイで、
何百戦ですか、150戦ぐらいですか。ですね、ゲーム174戦、これで174戦139勝です。174戦もやってるのはもうなんかラウンドで大丈夫、子供の頃からやってるとやっぱ違うんですかね。ああそうですよね、しかもタイの強豪の強豪の中の勝ち残りでしょ。そうですね、だから対象で言えば内村航平君みたいなもんなんですよね。天才なんですよ。まあ、でもイリアス・フライトも強かったと思いますね。強かったですね。はい、お笑いで言ったら誰でしょう。誰でしますか。ゲオ、ゲオ、はい、さんまさんかな。衰え知らず。うん。絶対王者ですね。うん、いや本当ちょっとこう孤高の存在となった。ゲーオーイラサクレック、いやまあなんかちょっと飛び抜けてますね。でしたね、まあ、関根さん改めてですけど1回戦からあの広谷戦で準決勝がノイリー伊藤の戦いで決勝がイリアスブライド、はい、改めて聞かれるとどうですか、ね、いや強いですよね、全てに対応できますもんね。ノイリー選手は3番手